ジュビロ岩田が序盤から優位に進め、3試合ぶりの白星を掴んだ。前半20分、岩田は左サイドで FK を獲得。MF 中村俊が低いボールを中央に送ると、DF 高橋と競り合った、大宮 RDJMF 対3に当たって軌道が変わり、そのまま決まった。勢いに乗ると、同28分には右サイドを起点に追加点を奪った。高橋の縦パスを受けた。 FW、川又の落としたボールに抜け出した MF、ムサ F が、右足でネットを揺らした。対する大宮は、同38分に高位置で FK を獲得したが、MF マテウスのキックは壁に阻まれた。その後は後期を作れず、岩田の2点リードで前半を折り返した。後半は、大宮が反撃。同3分、ゴール前で、MF マテウスが右足を振り抜き、1点差とした。 しかし、最後まで岩谷を仕込まれる展開が続き、同点ゴールは奪えずに試合が終了。2試合ぶりの黒星で5戦勝ちなしとなった。